皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は料理教室を開業するならビジネスについて学ぶことが大切ということについてお伝えしていきたいと思います。料理、まあそれがパンとかお菓子とか、まあその各種教室の先生にとって、その自分の得意領域のスキルを学ぶことっていうのはとてももちろん大事なことです。まあある意味当たり前といえば当たり前のことなんですけれども、それに加えてしっかり安定して教室でしかも収益を得るということを考えた時には、ビジネスについても学ぶ必要があると思います。例えば資格を取るのに料理の資格とかいろいろあるじゃないですか。で学校通いますよね。1年間50万100万とか払うこととかもあったりしますよね。それなのにビジネスの方には全くお金を払ってない方とかいらっしゃいますよね。それっていうのはやはりビジネスをお金をいただいてやっていくってことを考えると本当はおかしくないですかっていうのが私の考え方です。要はそのプロとしてのそれを学ぶためにお金を払っていってるわけですよね。ってことはビジネスもどこかで学ばないとですね、運営がやはりうまくいかないんです。技術だけでは無理なんですよね。集客のこととかあと経営数字のことも含めて学ぶっていうことは必要なことになるので、だから企業塾であったり、まあアカデミーというものスクーリングとかいろいろありますけれども、そういったものできちんと学ぶっていうことは、まあ、どこかの段階では必要なんだっていうことを理解していただけたらというふうに思います。まず一つ目ですね、料理教室ないしは各種教室を、開業する前に確認しておきたいことがあるんですね。それは趣味としてやりたいのかビジネスとしてやりたいのかっていうこの点です。基本的にはもちろんね、仕事としてやりたい方っていうのはほとんどと思うんですけれども、まあ趣味の延長になってしまってビジネスにならない方、ビジネスにならない方はどういう方かっていうと、収益が残らない方はビジネスになってないです。なので例えば、月商100万稼いだとしても、利益がゼロだったらそれは趣味の領域っていうことになります。稼いだ、入金された額が問題なのではなく残ったお金が問題っていうことになりますので、そこを勘違いされている方はですね、50万稼いでも手元に1万しか残らなかったら趣味になるということなんです。なのでこのあたりとかを自分はどの領域でやっていきたいのかということをしっかり把握する必要があって、趣味でやる場合には全然趣味でやって OK だと思います。楽しいし OK だから。で趣味の場合には往々にしてお金が出ていくものが普通なので、赤字になろうが持ち出そうが全然問題ないんですよ。家族が許してくれるかどうかは別として。なのでしっかりビジネスとしてやりたい場合には、やはりお客様のニーズに合ったサービスをきちんと提供していく必要になりますので、まあ、ただの趣味にならないようにきちんと開業前にビジネスの基盤を作るという必要があります。で特にですね、料理教室の先生がビジネスを学ぶ必要性はどこにあるんですかっていう話なんですけれども、きちんとですねビジネスでやっていこうって考えると、まず料金設定が趣味の料金設定とビジネスの料金設定変わります。利益残さないといけないから。そうすると、いやそんな高いのだと集客できる自信がありませんとかいう話もよく聞きますけれども、結局低い金額で満席になることが嬉しいのであればもちろんそれで構わないんですが、手元に残らないっていうことが困るのであれば、高い料金を設定したとしても人が来るような教室をそもそも作らなくてはいけないんですね。ここがやはりビジネスにしたいのかそうでないのかっていう非常に大きなポイントになってきますので、料金設定が一番大きなところではあるんですけれども、まあ、どこまで時間を費やしたりどこまで自分のことをきちんと知らせていくのかっていうのも、ビジネスとしてやるのか趣味としてやるのかっていうことで大きな隔たりがある場合があります。なので、きちんと、開業していきたいと思う方はやはりビジネスは学んだ方がいい。だけれども趣味でやりたいんだったら楽しくやったらいいと思うので、どちらを選ぶかっていうのはご本人次第なので、そのあたりを開業前に決めた方がいいです。ずるずるやっていくと安い料金でずっとやってどこかで値段上げなきゃいけなくなるときに逆に揉めます。そして自分も大変になるので、出だしの開業前に決めることをお勧めしたいと思います。それでは。